ワールドカップ2022アベマ。そうですね、最初はまだまだこうベース体のベースを作ったりトレーニングに対する意識のところから始まって、でもう当初に設けてたベースラインというか、ここまでクリアしてほしいっていうラインに関してはもう結構多くの選手がクリアしてくれてるので、そのストレングスという意味では今こういい形でずっとこう積み上げてこれてるかなと思います。期待したいところで言うと、やっぱりコート上でフィジカルバトルに負けないっていうところがまあ大きなところだと思います。それ以外のところで、まあ、60試合戦い抜くっていうのはチームのとしてもパフォーマンスチームとしても大きな課題なので、いかにこうリカバリーを早急にして次の試合に向けていい状態でいけるかっていうところは今後大きなまあ課題になってくるかなと思います。アイナ重薬局23シーズン京都アナリーホームゲームエベセアスペシャルデーオンザコー、個人としてもチームとしてもどちらとも言えるんですけど、本当に出だしの部分で自分らのバスケが遂行できなかったっていうところがもう本当に大きな修正点なんで、まあ、そこはしっかり僕らはコンセプトでパンチファーストってあるんで、しっかりどの試合でもパンチファーストをして相手 の, やらせたいバスケじゃなくて自分らのやりたいバスケを1クォーターから4クォーターまでずっと継続してできるように、もう一回チームで意識を高めてやっていきたいと思います。続いてスターティングファイブ。
コリア、まもなくティップオフです。Frustrating to lose. I feel like they made a couple of big shots down the stretch. We just couldn't quite answer. We were in it, but frustrating to lose that one. I felt like I stayed pretty steady. You know, I followed my game plan. Obviously wish I could have done more to help the team win. But again, looking forward to next weekend and doing what I can to help the team win then.